牧陽子プラスマイナス岩橋からエアガンで撃たれた件について、衝撃のコメントを発表。えー、どうも、小ウです。えー、ちょっと本日はですね、えー、プラスマイナス岩橋が、えー、ツイッターで、ほんと数々の暴露をしておりまして、その中で、最近ですと、松本中井で出た4人組の誰かに対して、この中でね、俺をエアガン撃ったやつがいるということで、ネット上でかなり荒れまして、で、最近その犯人が分かったということで、それが、 ああサムネであります通り、えー、牧陽子とで牧陽子はこの岩岩のことを知って自身の SNS でこの岩橋に対して本当にブチ切れて、えー、衝撃的なあコメントを残しておりますんで、えー、そこら辺深掘りしていきたいと思いますので最後までお付き合いいただければと思うんですけれどまずこちらね岩橋の投稿なんですけれども2月19日より前のものは全部消されてましてこれはおそらく、ね、吉本の方から圧力がかかって、えー、消したんだと思うんですけれどもその後19日からまた書き込みを再開しておりましてもう手数がめちゃくちゃ多い 多いんですね大阪帰りてーとか打たれたことに対して仕事ないんですかって言ったらそんな仕事あるかいっつってまあ岩橋に限ってありそうな気はしますけれどもで誰がつって で,で、エアガンで撃った人だって言われたやつに対して、男じゃないよと。ということで、もう、絞られちゃったんですけど、こういう橋の、こう、恨み節がずっと続いておりましてね、俺根に持つタイプないようなずっと覚えてるとか、なんで撃たれた俺が叩かれてんねん狂ってる。あとは、これ、特定せんかったら、こんなに叩かれるんか、あえてぼかしたのに、そうよね、他の人に迷惑かけるよね、特定しないとごめんなさい。ま、ああと、こう、愚痴ですよね、先輩に誘われて、こいつ、面白いねん、みたいな感じで、芸能人の集まりに連れて行かれたら、絶対舐められる。二度、二度と行かない。 人と誘わないで。俺は自分を芸人と思ってない漫才師だと思ってる。笑いを取るのは二人で漫才で取るんであって、他こういじられたりするやつで。 笑いは取りたくないっていうことでしょうね。で、こちら、吉本に圧力かけられたであろう、文言なんですけれども。俺は吉本に個人特定できるツイートは、あ名誉毀損活動停止もあり得ると言われている。だから特定できなかった。けど、悪は許せない。岩橋それはわかるけど、お前それ名前出しちゃうとな、お前名誉毀損だから、やめろよって多分、圧力かけられたんだと思うんですけれども。ただ、岩橋さんは、大義名分があって許せなかったと。で、パワハラのツイート消したのもほんまめっちゃ悔しいわと。これ確か、テイプロデューサーかなんか過去にね、ツイート残してましたね。まあ、これも 他の人が保存してるんでもう分かっちゃうんですけれどもただ稲橋のこの暴露みたいなものがガーシーとやってること同じレベルだろうっていう風に言う人もいますしねでこの暴露ですね あの時俺をエアガンで撃った、牧陽子と平成ジャンプの中島。俺のとこに謝りに来いと。いうことで、もうこれ名指しでね。これもうやばいですね。牧陽子と平成ジャンプの中島が俺のこと撃ったと。ここよくドラマで主演してる時に平成ジャンプの中島くんなんてよくドラマで主演演じてますしね。めちゃくちゃ良さそうだから、本当にこれやっちゃうとイメージが崩れちゃいますよね。あんな高青年が岩橋をエアガンで本当に撃っちゃったのかなって思っちゃうで、これで吉本クビになるよっつって、これでクビになっちゃうんですけども。で、なんで岩橋さんがエアガンで撃たれる羽目になった サバゲーとやってたんじゃないですかねっていうものに対してなわけいきなりだよとサバゲーとかやってるんだったらわかんないですけどサバゲーやってなくていきなり撃ってくるってこれもおかしいですから正直言ってねまあ岩橋ぐらいなら撃っていいだろうっていうことで岩橋に撃ったんだと思うんですけれどもまあそれもダメなんですけどねただもう岩橋さんはこれは許せなかったとでこちらねサバゲーの話ですかどういう状況なのかわからないからこのポストだけで判断つかないどんな状況で撃たれたのか書かないのはなぜ中島くんサバゲー好きだからこそ危険な声はしないと思うんだけどなと 衛星ジャンプの中島くんサバゲー好きってことで、エアが撃つ人ってことですね。で、岩橋は、ああ、サバゲーなわけ。マンションで撃たれたんだよ。何発も。牧陽子は目が座ってて、中島はヘラヘラしてたわ。初,初対面やぞと。俺、年上で多分先輩やぞ、売れ、売れてないとゴミ扱いされる世界と。確か、売れてない芸人は本当ゴミ扱いされるってのよく聞きますけれども、まあでも、岩橋ぐらいですと、そこそこテレビ、メディアはね、まあ、めちゃくちゃ出てるわけじゃないですけど、たまに見ますから、岩橋レベルでもこんなゴミ扱いされるんだなと思っちゃいますけどね。これはでも、本当だとしたら 非常にやばいで、ここの経緯ですね。宮川大介さんに呼ばれて都内のマンションに行った。で場所は覚えてない。 これ場所覚えてないとおかしいんですけどね、これ最近の話だったら。タクシーとかで行ったからわかんないのかなで、部屋には牧陽子、中島、そして俳優の荒川義義さんですね。こちら、個性派俳優で顔を見たら一発でわかる方です。非常に顔が草食動物みたいな方ですね。で、平成ジャンプの有岡くんと高木くんもいた。その3人はめっちゃええ人。突然牧陽子が俺をエアガンで何発も撃ち出し、それに中島も続いた。この2人をテレビで見るたびイライラすると。これすごいね。これ本当だとしたらちょっとやばいですね、このパワハラね。パワハラっていうか、 ま、怪我してたら障害になるような気がしますけれども。で、こちら、昨日のやばいツイート。吉本と話してきたと。で、活動停止。吉本にもう、お前、いらんこと言うから、活動停止だって、えー、首宣言です。まあ、首っていうか首一歩手前ですね。で、期限はわからん。で、SNS も一切禁止。 他人の TikTok ライブにコメントするのもダメだと。でも、今こうやって約束破って投稿してると。もうやばいね、これ約束破っちゃってるから。ってことは、俺が吉本を、芸人を辞めるってこと。で、名誉毀損名誉毀損っていっぱい言われたと。ツイート消してって言われた。で、もう嫌だと。俺は自由に行ける。兼光ごめん。ありがとうでした。吉本芸人辞めます。お疲れ様でした。すっきりしたわ、なんかと。吉本さんありがとうございました。フリーの岩橋応援してね、なんかやってく。吉本さんもありがとうございました。X、俺の自由が、 ここにある。吉本の人間しかいない。中、えー、詰められるのきついわ。えー、中立、お礼よりの人間おらん、えー。そんな会社もうええ。汚ねえ世界でおさらばだぜ。何しようかな、ワクワク。セカンドも出れへんって、あ一枠上げたって。いわし好きな人集まれ。ということでね。これやばいですね。終わり。吉本からもう首宣言ってことですよね。で、ライブどうすんのかと。2月25日の。芸人って仕事舐めてる。それも全部なしやって、払い戻しするって。明日から仕事なんもないもん。 吉本に行って、と。えー、吉本から完全に首宣言。で、これね、エアガン買いに行こうかなと。で、さらに、プラスマイナスも解散と。どうか、金光を応援してあげてくださいと。それか、B ダッシュ遊びに行こうかな。で、お子さんいらっしゃるのかなさて、養育費どう稼ぐか。あの弁護士もうさんくさいな、ということでね。やばいです本当に。で、なんでな、岩橋さん、何も悪いことしてへんやん。 ま、あ確かにこれが本当だとしたら、ええー、薪陽子と中島にエアガンで撃たれたことを暴露しただけで、吉本をクビになる。確かに何も悪いことはしてない。ただ、それ名誉基損になるから、吉本から止められた。で、だから嫌になってん。もう結構仕事が舞い込んできてると。<laughs> DM とか来たのかなこれね。もうどこの事務所にも入らんで、事務所とかそういうのめんどいうの嫌だと。古いよ吉本のやり方。これやばいね吉本批判が始まりましたね。で、とっとと大阪に帰る支度しないと。で、こちら、岩橋に、 パワハラしたって、岩橋さんが言った、ああ、社長かな。お前がドッグフード食べてるの見てえなとか、これね、牧洋子と中島にエアガンで撃たれた件をポストした結果、活動休止から吉本工業を辞めるという話になってきたプラスマイナス岩橋。事実であっても工業したら名誉毀損に当たることもあるとはいえ、どっちが悪いって岩橋じゃなくてエアガンで撃った方なんだけど、しんどいなと。で、 俺にも打たせてよと。これね、元ダウンタウンのマネージャーで、吉本工業の藤原副社長ですね。俺の追悼を消させた藤原アウト、これ藤原さんが消させたってことですね。やばいね、これ。で、自由だーっつって、吉本工業からの卒業、漫才からの解放、ショーレースからの解放、俺。 お笑いで戦うなんて嫌い。それは悔しさ、憎悪妬み、囚われ、ストレスを生む。笑いとは逆の感情、みんな違ってみんな面白い。それで、しょうもない。で、芸人辞めさすために M1 作った人がとっくに辞めた今、いつまで M1 にこだわってんのそれしかないんか。そうです島田晋介ですね。晋介が芸人を諦めさすために M1 で作ったんですけども、10年で目が出なければもう辞めるべきだと。で、その島田晋介さんがとっくに辞めたのにいつまで M1 にこだわってんのと。M1 批判ですね。もう本当吉本に対して超喧嘩売ってる感じですね。漫才奴�やったただただ金の ために俺のグリーン車移動終わった。これからは自由席笑いと。で、トレンドから俺消えた。捜査闇また怖い。トレンドは確かに消えてんのかなああ、まあ、これもツイッターに圧力はさすがにかけられないと思いますけれども。あと、俺が挨拶無視されたんは、ロザン宇治原とギャロップ林なとこれどんどん暴露し始めてると思います。岩橋が挨拶したけど、この二人は無視したと。で、なんとこれ、カジサックから電話があったと。 えー、喫所、食いぶちにされるんかな金の輸入にしたんかな早、はいなと。これおそらくカジサックが岩橋に対して、えー、コラボの依頼の電話ですよね。これ今、岩橋とコラボして YouTube で動画回したらもうめちゃくちゃ回りますからあ、そういうことだと思いますね。えー、やっぱり、ポイントは真実のことでも、それを言っちゃったことによって社会的評価が下がるってなっちゃうと、名誉毀損で訴えられる可能性があるんですよ。ただ、公益性と天秤にかけて、えー、名誉毀損よりも、要は、 公益性、教育性の方が勝るんだったら名誉毀損にはならないっていう判例があるんで、牧陽子がエアガンで撃つのを、みんなに言うことによってそれが公益性があるものって認められれば名誉毀損にならないと思うんですけれども、ただ別に牧陽子がエアガン撃つような人っていうことが公益性になるかどうか、 多分僕はならないと思うんで、正直ね。だシンプルに牧き横と平成ジャンプの中島の社会的評価を本当のことであっても言っちゃえば下がってることになんで名誉毀損で訴えられてもおかしくないっていうことになっちゃうんですよね、これね。だから、まあ、例えば、中島と、え、 牧陽子からスポンサーが降りるって可能性も出てくるんでそうすると岩橋がこれ損害賠償請求されるしかも後ろ盾の吉本もなくなっちゃうってなると結構やばいですねでお待たせしました牧陽子がインスタライブの方で岩橋の件について言われたんですけどこちらね名誉毀損とかでその人をもっと追い詰めることって私はしたくないんでちゃんとその人が、うん、自分の本当の姿戻れるまで 応援していいいきたいと思いま,す、ね、まあ、名誉毀損で訴えることはしたくないから、その人が自分の姿を戻せるまで応援していきたいということで、名誉毀損で訴えるっていう選択肢もあったってことですよね。そこはチョイスしなかったっていうことだけで、まあ一歩間違えれば訴える。 こともできると。まあ今のところ訴えない。まあもう一人の平成ジャンプの中島さんのは分からないんですけれども。で、もう一個、これやばいのが、岩橋に対して、えまきおこがぶち切れたシーンなんですけれども。エアガンネギって言うな。エアガンどこで手に入れるんじゃん。エアガンやってねえっつ,つってんで。あんな、サバゲーできないんですよ。なんでかっていうと、あ、撃ってやろうと思った時に、 <laughs> あの十何歳ぐらいの子だったらどうしようとかって思うともう何もできなくなっちゃうんですよすごいねアガンのこと信じてる人いるんだすごくないえどこで買うんっていうね中島さんは私まあ何か中島さんとか宮川さんとかは何回か あの一緒にお酒飲んだりし,たりしたことはありますけど人人を傷つける人ではないんで、ね、まあ私,私がエアガン打ってるっつって、まあ、みんなああエアガン撃ってそうだなっていうふうに思うかもしれないけどあの2人に関しては、うん、全く違うと思うんで私もやっぱり。 もともとすごく精神的に弱い人間なんでいろんな精神疾患を得てきていろんな病気を得てきたんで早く治ることを願ってます別に何も攻撃もしませんしうっしュやうん1回私撮影でエアガンで撃たれたことがあって まあ結構まあまあ痛いっていうの知ってるんだよ。そういうのを人にやらないんで。ということでエアガン完全否定で岩橋が精神疾患なんじゃねえかと。 で治ることを願ってるともう完全に岩橋が <laughs> 病気だと明言しちゃって何猛言言ってんだよと私も打たれたことあるからこんな人にやるわけねえだろって言ってまして、えー、まあ、岩橋の方が病気だからあまあ、何言ってんだっていうことなんですけれどもちょっとねこの状況やばいですね非常にスポンサーもまあ、視聴者の顔色伺いますからあやったかやってないかではなくそういうイメージついちゃったってことは牧陽子の芸能活動の妨げになっちゃうのはこれは確実なんでスポンサーさんも身を引いていく可能性もあるそうすると今の時点では名誉毀損 で訴えないって、牧陽子言ってたんですけど、えー、仕事に響いてくるってなったら、こちらはもう牧陽子とかね、J ーージャンプ長島の事務所も黙ってはいない。事務所から働きかけて、岩橋をね、訴えるかもしんない。岩橋の方は吉本からも、え、後ろ盾なくなってしまったんで、非常にピンチで ないかなと。また、岩橋を支持する人たちも出てくると思うんですけれどもね。N との立花さんとかなんか出てきそうな気はしますけれどもね。ということで、ちょっと巻陽子やばいですね。岩橋とまた対立がすごくなってきそうなんで、また何か、あ進展ありましたらね、こちら、公ケ TV の方で、え、出していきたいと思います。ということで、本日は、牧陽子。プラスマイナス岩橋からのエアガンで撃たれた件について、衝撃のコメントを発表というね、動画になりました。またご覧いただいて、ありがとうございます。